ほいや。離れられ、あ、なんだこいつ、足速いぞ。お前さては打開策じゃな。残念ながらそこは降りるんだぜ。なんだこれは、ノーショーローブだって。こっちはパーティーリボン焚いてやったのにもかかわらずノーショーローブだって。素晴らしいよね。ということで喜びの庭やっていきましょうか。まあ、このマップはね基本固まらないんですよねサバイバーマップと言われていますかね。檻のポジションが予想しやすくてですね、檻へのアクセスもそんなに苦しくもないという。ジャングルジムが点々としてて開けてる。これがいいところだな。こんにちは。まずは一撃ほらーで、できる限り負傷を増やしつつ動きたいが、この子やれそうなんでやらせていただきますよ。さあついでに隠れ場なしで隠密するやつを狙う。えいやー、よっこい勝利した。いやー、もう親の叫び声より聞いた叫び声ですね。回してる。癒しの輪で治療しやがったな。許せず。そんな不届きなパークを持っていくなんて、私はサバイバーのことを呪ってしまいそうだ。吊るし散らかした。びっくりした。もうおいおい、びっくりさせんなよ。なんか吐息するなとは思ってみたけど、スタンなんてひどいことするなんて、このエイダボーンはちょっとばかしお灸を据えてやらなくちゃならなさそうですよ。待てい。あったかそうなセーター着やがって。いやさあ、エイダボンの痛みを他のサバイバーに伝播させたわけですしね。どうにかして踏んでもらいたいとこだな。はい、一台ついた。最初から、さあ、同じサバイバートンネルしまくるなんてガチムーブしたら切断しちゃうからね。ここはしっかりサバイバーのことも考えつつ、キラーやりましょう。ね、そんなこと言っていたらいいとこつけるんですよね、あいつね。檻から救助されたのに逃げない人とかいるんですよ、たまに。ああ、トンネルされるからもう諦めた、みたいな。みたいな、ねえ。さあ、踏め。お、いいですね。踏まないんですか。いいですね。そういう判断嫌いじゃありませんよ。オフレコですか。オフレコですか。そうですか。オフレコですか。じゃあ踏んだ子を狙いましょう。じゃあ、あ、旋回しやがったなてめえ。ほら、あ、AT フィールド使いやがったなてめえ。ほら、おいや、離れられ、あ、なんだこいつ、足速えぞ。お前さては打開策じゃな。いいだろう、そのパーク腐らせてやろうじゃねえか。残念ながらそこは降りるんだぜ。無駄無駄。最強窓枠三角にとっちゃチャンスよ。ほら、発電機修理するな。いや、お、もしかして助けには来ないか。じゃあいいや、トンネル行こう。おおおお、医療キットで治療しやがったなてめえ。やるな、いいアイテムを持ってるじゃねえか。だがな、私はトンネルすると決めたら諦めないタチなんでね。あ、くそー。 OK、 後ろを見ていない。なので撃ちました。トンネルに時間かかっちゃつけられちまうんですわ。おやおや、まあまあ回してるじゃないですか。二人いたね、二押しか。そうかそうか、いいじゃないですか、二押し二人修理。なんだ、そっちがつきそうだから落っこちてきたんか。ほら、いけるな。はい、イラフッドー。なに、なになになに。でもなんかデッドハード無駄にしてるからこれはラッキーで、もう一度お願いします。あー、オーケー。おやおや、あの子は一回だけ吊るした覚えがありますね。チェイス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 。おや、ヘッダー使ったね。出しちゃったね。いい子だぞ、出して。おらー、くそー、届かなかった。なんでそんなバカでかいナタを持ってて今の攻撃は通らねえんだと言いたいところだが、あー、チープチープ、安すぎ。なんていちいちチープな一撃を繰り広げてるんだ。もう恥を知れ恥を。さあ、全員の治療が終わったぞ。はあ、そうですかそうですか。さあ、まずは反問ね。いや、遅いった。サバイバーから見たら疑惑の判定といったところだが、とてもとてもいいなと思っておりますので、今の一撃は当たってもおかしくないといったところでしょう。
あいつ通れないね、通れないね、通れないね、通れなくないね。あいつ波動あそこ回したの。オッケー、この野郎、癒しの輪が厄介ですな。そしてかなりかなり非常にね均等釣りでございますので、そろそろそこの発電機もつくんじゃないでしょうか。ここは蹴っておきましょう。待て待て待て、イラプションが終わってないぞ焦るな焦るな、止めたな。距離チェかまされるときついな。ただもう癒しの輪はもうないはず。さあいい方向で一撃を食らわせていくのは黒で止まるのは、このサバイバーに次なる一撃を加えるには、高速抱き、何降りなかったのと。使用書には喜びの庭の窓枠が降りるという話があったはずだが、どうなってんだおい。あれくそ、ダメージ選ばれたな。なんか離れるんだけど、なんかちょっと若干カクカクしてるせいでのなんか離れるんだけど、おそらくはどこかにいるんじゃないか。探してみよう。てめえ、おいお前ディストーションだな、さてはこの野郎。打開策スティーブ・ハリントンめ、お前そんなパーク持って許されると思ってるのか。私は隠れ話だぞ、いい加減にしろ。ほらいいぜ、ここでスティーブをぶっ転がしたことにより呼び声が発動してる、あそこの発電機をつけられそうなところでも間に合うというところ。さあこれが最後の審判があることによるいいところですよ。ただね、残一で3人残ってりゃつくんですよね。私かなり遅いキラーですから。ほら着いた。さあそこは二押しということは確定、そして呪いとでも見られているんじゃないかというところ。俺はノーワンだぞ、そらてめえ、これやりやがってからに。やっぱな、喜びの庭はきちいわ。あ、いたぞ今。あれさ、やりに行ったらワンチャンある。よっしゃ、これがチベテック、インコースナイスデッドアドチックショー。ここでデハ決められたら逃げられちまうに決まってるだろうが、いい加減にしろ。あー、これだから甘いんだよ私は。みんなもデッドハードを持ってるサバイバーには気をつけよう。ジジ